道具とは、物を作ったり、あるいは何かを行うために用いる器具の総称。仏道修行の用具という意味もある。人類は600万年から700万年前に、アフリカで誕生したと言われているが、地殻変動により土地は乾燥して森林は縮小した。サバンナの拡大に伴い、人類は木を降りて二足歩行をするようになったが、これにより手が自由に使えるようになるとともに脳が、発達した。 そして石や木の棒を道具として使い始めたと言われている。人類以外の動物が道具を使用する例も多く知られている。例えば、ボアビスタに住む猿は石を道具に、ヤシの実を割ることが知られている。ただ、猿のように道具を使う動物はいるものの、新しい道具を考えて作り出すことができるのは人類だけと言われている。人は鋭い牙や爪を持たないため猛獣から実を。 守ったり、食料を得るため、知恵や、創意工夫によって、新しい道具を考えて、作り出すようになった。人類はこれによって複雑な文明を形作ってきた。道具は、文化の重要な側面の一つである。様々な工具文具店に並べられた文具の、数々道具には、その使用する目的、分野に応じて様々なものが存在する。A.B. 工事園第5班。 p1875 道具ハット a b c d e f 雲の国秋とことん優しい切削加工の本日刊工業新聞社2010年10ページモポメゾンデールティデラポンセウルブリエールトロワフランス .fr フランス旅行のアイディアを発信する公式サイトありがとうございます